はいどうもゆうじです。今回はエンジニア転職の活動をするときに PHP と Ruby のどっちを勉強すればいいんですかっていう質問をよく受けるので、それについて回答していきたいと思います。これに関しては簡単な質問なので、結論から言うとこれはどっちでもいいです。自分の好きな言語、触りたいと思う言語の方をやってください。この動画今日の3本目の撮影で、動画に疲れてるから投げやりになってるわけじゃなくて、本当にどっちでもいいんですよ。どっちでもいいって言われるのが一番困りますよね。お母さんが晩飯何でもいいって言われて困ってるのと一緒ですよね。だからこそ今回はどちらかというと Ruby の方がいいですよっていう理由も説明していきます。なのでここからの説明の流れは PHP と Ruby のどっちでもいいっていう理由と、そして C って言えば Ruby の方がまだいいっていう理由を説明していきたいと思います。 PHP と Ruby のどちらでもいい理由の一つ目が、エンジニア転職においてはどの言語をどのぐらいのスキルを持ってるかっていうことが重要ではなくて、とにかくポートフォリオサイトを作って持っていくこと自体が重要だからです。まず大前提として、エンジニア転職において未経験者にスキルの深さなんて求められてないです。なのでどの言語がどのぐらいできるかっていうよりも、とにかくエンジニアになりたいとかプログラミングを触りたいとかっていうその気持ちの方が大事なんですね。つまり未経験者がエンジニア転職をする場合、 PHP でサービスを作ってる会社に対して Ruby でポートフォリオサイトを作って持っていってもそれは全然 OK なんですね。なぜならば繰り返しになるんですけど、どの言語が触れるかっていうよりもしっかりとポートフォリオサイトを作ってそれを持っていくっていうこと自体が重要だからです。つまり未経験者の場合はどんな言語でもいいので、しっかりと自分のサイトを作って、そしてエンジニアになりたいんですっていう気持ちを形にして示すことが一番重要なんですね。なので未経験者がやるべきことは Ruby と PHP のどちらでポートフォリオサイトを作ればいいかなと悩むことではなくて、そうじゃなくていかに自分がエンジニアになりたいかっていうことを魅力的に伝えられるかどうかなんですね。なので PHP と Ruby のどちらがいいかなって悩むのではなくて、とにかく言語は何でもいいので、自分の気持ちを込めて何かサイトを作ってください。そしてそれを魅力的にプレゼンしてください。それだけでいいんですよ。なのであなたが今すぐすべきことは、あなたの一番得意な言語を使ってポートフォリオサイトを作って、そしてそれを魅力的に伝えるためのコミュニケーションの練習をすることです。 PHP と Ruby のどちらでもいい理由の2つ目は、どちらか一方を習得していればどちらか一方はすぐに習得できるからです。 Ruby と PHP に限らないんですけど、サーバーサイドの言語はそれぞれが似通っていて、全体の構造とかそして動作とかそれらは共通してるんですね。違うのはほんの少しの表記方法だけなんですよ。サーバーサイドの方にある概念として、コントローラーとかモデルとかクラッドとか一体タとか多体タとかありますよね。それらは全部一緒ですよね。表記方法が違うだけなんですよ。なので例えば Ruby でそういう全体の流れとか構造とか概念を理解してしまえば、 PHP の学習なんてすぐに終わるんですよね。逆もしかりです。実際に自分がエンジニア転職活動をしていた時はポートフォリオサイトを Rails で作ってたんですけど、内定した会社ではララベルを使います。自分が Rails を使ってポートフォリオサイトを作ってるからといって、面接官の人もうちはララベル使うけど大丈夫なんてことは絶対に言ってこないんですよね。 Rails ができればララベルができるなんて当たり前なんですよ。それぐらい PHP と Ruby はどっちでもいいんですね。どちらかができればどちらかができるっていうのはエンジニア界隈では当たり前なんですね。そして実際にそうなんですよ。ここまでの話で PHP と Ruby のどっちでもいいっていうことが分かったと思うんですけど、かといってもどっちでもいいっていうのが一番困ると思うので、強いて言うならば Ruby をおすすめしますっていう理由を説明していきます。なぜ PHP より Ruby の方がおすすめかというと、単純に学習教材とか情報が Ruby の方が多いんですね。例えば学習教材の方で言えば、 Ruby の方は Ruby とそのフレームワークである Ruby on Rails の2つともがドットインストールとかプロゲートとかプログラミングスクールとかチュートリアルとか何でもあるんですよ。一方で PHP とかそのフレームワークであるララベルの方はというと、プロゲートではララベルはありませんよね。そしてチュートリアルもありませんよね。そしてプログラミングスクールでもないところはなかったりするんですよ。あとネットに落ちてる情報も Rails は本当に昔からあって、日本人が作ってるっていうのもあって、情報が本当にいっぱい落ちてるんですね。ただ一方でララベルの方もそこそこはあっても Ruby よりかはないんですよ。だとするとさっきの話に戻るんですけど、一方が習得できればもう一方も習得できるわけですよね。そうしたら学習教材とか情報が揃ってるRailsの方がいいと思いませんか？ずっとRailsだけ触ってRailsしか開発できませんっていうのはナンセンスなんですけど、とにかくエンジニアとして潜り込むためにはRailsが一番いいんですよね。なのでこれからエンジニア転職をしようとして PHP と Ruby のどっちを勉強すればいいんだろうと迷ってる人は、迷わず Ruby と Ruby on Rails を勉強してください。そして Ruby on Rails を使ってポートフォリオサイトを作ってください。そして面接ではスキルの深さをアピールするというよりかは、自分がいかにエンジニアになりたいかっていう熱意の方を伝えてください。それだけでエンジニア転職はうまくいきます。頑張ってください。応援してます。それでは本日の内容は以上です。内容が良かったと思ったらグッドボタンとチャンネル登録をしていただければ嬉しいです。それでは。